はい、こんばんは。スタジオリバーサイドへようこそ。ギタリストです。皆様、田中健太です。本日のサウンドチェックはこちら。ズーム社提供、ズーム G2INJ の6番まで来ました。ホールですね。はい。こちら行ってみましょう。いわゆる空間系のエフェクトですね。私は基本的に好みません。基本、カラオケなんかで、エコー、と呼ばれるようなものをね、かけるとうまいような気になった。まり私は思いません。が、いいんじゃないですか、たまには。自信を持つことも重要なんでね、こういった空間系のものをかけると、音の輪郭がぶれて、うまいように聞こえるんで、そういった自信を自分を持たせるためにもね、たまには使ってみましょう。ゆっくり丁寧にスケール練習です。中指に入れ替えましょう。なぜ中指に入れ替えるかというと、それは全く同じ位置で2オクターブ変えられるからです。加工してみましょう。つなぎ目がなくなってくる、ように。はい。慣れてきたらね、3オクターブのスケール練習にチャレンジしてみましょう。6弦から1弦まで全て使うので達成感があると思います。ゆっくり丁寧に絡んでみましょう。なぜならスケール練習が美しくないギタリストは何のフレーズを弾いても美しくないからです。この中から音を選んでるのでね、何かのフレーズを繰り返し練習するぐらいであればスケール練習を行うことが非常に重要です。次に、楽曲に進んでみましょう。よく使うコード進行で Em4 の循環コード、これをクソ真面目に練習します。そんなに難しいコード進行ではなく、単純なコード進行で多くの曲が作られています。それを正確に弾いていくことは非常に重要です。いってみましょう。ワン、ツー、ワン、ツアルペジオ、分散和音ですね。こちらに進んでみましょう。5、4、3弦のアルペジオです。ルート、主音を弾くときに前のめりになると、自分の体を覚えます。物事は体で覚えないとすぐに忘れます。はい、練習していきましょう。
ペジオうまくいかなくてイラッときた時には、と奏でて、あ、来た、弾き切って気持ちいいなって打ったりしましょう。そういう時間も必要です。次に2432弦のアルペジオに進んでみましょう。4弦の方が物理的に細いので、より繊細なタッチが必要です。ここまで来るとフレーズが弾けるようになると思います。弾いてみましょう。日本のグループでアースシェイカーという、バンドがあります。モアという、ね、非常に美しい楽曲のイントロですね。日本の雅楽を思わせる非常に美しいフレーズです。1弦にアクセントを持ってくると、より美しく聞こえてます。奏でてみましょう。歪んでないギター、そしてなんとなく日本人が好みそうなねフレーズを弾いて、今ちょうど皆さんお食事の時間だと思いますが、そういった時間にもギターが弾けるような環境を自分自身で作っていくことも重要です。はい。次にギターソロに進んでみましょう。ここでファイナルカウントダウンというねギターソロを取り上げていきましょう。いろんな要素が入っているので練習になると思います。ゆっくり丁寧に奏でていきましょう。最初うまくいかなくても構いません。そういうものです。練習のために、簡略化しているもので完璧にコピーする必要などありません。なぜならですね、その詞も全く無意味だからですね。誰かの、技術を盗むために、何かの楽曲からコピーする、これは練習の上では重要です。しかしその誰かと全く同じように弾くということはですね、無意味なんですね。あなたはあなたのギタープレイをすればいいのであって、誰かと全く同じに弾こう、ということは、意味がないことです。あなたのギタープレイをあなたが持っているよりも、人を引きつけていると私は思います。そして非常に重要な話です。それギターを奏でる上で弦と指が離れている時間、これを極めて短くしましょう。バタバタとした音質ではなく、なるべく指が動いてない、どうせ指動いてないんじゃないかなぐらいのちっちゃいアクションでギターを弾きましょう。課題曲としてイングヤマルムスティン広島のナムールを簡単にしたものです。練習すれば必ず弾けるようになります。
ター藤ゲスでストラテキャスターでした。私自身ですね、誰かのコピーはします、それは。はい、やはりアルディメアラですね、アルディメアラさんのコピーはします。はい、なぜなら彼の技術を盗みたいからですね。しかし、例えば単純に単音だけを弾くんでいれば彼より早く弾けます。しかしだからといってそれが音楽的に何か優れていることにつながるかというと全くつながらないんです。彼のギターはすごく、高速かつ精密であり、そして美しいフレーズを奏でる時もあるんですが、エレキギターを持たせるとですね、ごく平凡なフレーズしか弾かないつまらないギターとしてしかありません。はい、私はそうなりたくはありません。はい、結局、アルディメアラさんとね、日本の渡辺和美さんが共演してる、動画があるんですが、日本の渡辺和美さんがですね、アルディメアラをびっくりさせてるんですね。それぐらいに日本人というのはですね、優れた能力を持ってるんです。まあ当然渡辺和美さんね、世界的に有名なギタリストなんですが、結局のところギターなんてものはギターなんですよ。正直言って簡単なんです。やはり難しいのは三味線ですね。あれだけの弱いテンションのものはですね、バチというここにございますが、よいしょと、まあこれでコントロールしていくわけですね。このようにね、このように、そして竿と呼ばれる部分ね、ここに指に輪っかをはめるんですが、チェンジというモンキーマジックのチェンジという楽曲の中ね、吉田兄弟が、奏でるフレーズ非常に美しい、自分が恥ずかしくなるぐらいに、弦楽器奏者としてね、吉田兄弟は優れてると思います。そういう視点で、物事を見るともいいと思います。こちらのバイオリン、私の自画作成したバイオリンですが、バイオリン奏者はね、バイオリン奏者独特の、奏法、まあ、弓で弾いたりもしますが、ピチカートであったりとかね、するんですが、いろんな楽器総合的に見てみる、ベースとギター、と極端に違う楽器かというと似たりですよ。なのでとにかくその小さいところに目を向ける、そのなんとかずのなんとかさんとかじゃなくね、世界的に物事を見ていくとよろしいんじゃないかと思います。そして日本国内のね、なんとかさんのギターを弾きたいというリクエストをする生徒さんに関しては誠に失礼ですがお断りさせていただきます。教える側も、極端にやりたくないことはやりたくないんですよ。時間の無駄なんでね。結局スケール練習をきちっとやってきてるかどうかっていうのはこうやって島を見ればすぐに分かることです。これはローズウッドですかね。ローズウッド、指が当たったところが黒くなります。練習してこなかったギタリストはですね、その部分が乾いて白くなっているので練習してこなかったなと思います。じゃあそれを責めるかというと責めるようなことは言ってしません。だって社会人で時間がなかったんならそれは仕方がないもの。何より学生は学位を優先、そして社会人は、お仕事をしてください。私たちは、ギタリストでありギターを弾くのが仕事ですが、いっぱい社会人になってね、そして趣味でギターを弾くというのがこれが理想です。なぜならギタリストなんていう職業はですね、まともにご飯も食べられないですし、夜中までね、レコーディングしたり、不規則です。いわゆる芸事なんでね、芸者さんと同じです。なのでね、まずそのきちっとした、自分の生活の基盤を築く、そして、趣味でギターを弾く、これが理想です。はい、こちらに手を挙げています。そんなあなたの理想を叶える環境はそこにあります。横浜シアミュージックです。横浜シアミュージックではボーカル、そしてドラム、そしてベース、そしてピアノ、そして話し方、そして DTM、 全ての講師が、ね、非常に優秀です。どれぐらい優秀かというとですね、世界に誇れるぐらいに優秀です。
スタジオ内の環境もですね、世界に誇れるほどに優秀です。はい。ですので、そこに通えばいいだけの話です。ちなみにフリーダイヤルです。親切でしょう。はい。フリーダイヤルでお電話してみましょう。そこには優秀なオペレーターが非常に丁寧な受け答えで、あなたをより深い音楽の世界へと誘います。横浜シアミュージックでお会いできることを楽しみにしております。ギタリストでシンガーソングライターの竹下敦史でした。それではまたお会いいたしましょう。See you next time.